どうも、このまるです。キータロです。今日は円オーディションシャープ5について話していきます。で、今回はねステージ3つも披露はされてて、やっぱ一番気になったのがね、最後のあのワンワンチーム、何ワンワンチームめっちゃ可愛いけど名前名前めっちゃ可愛いね。そうそう、まあで特にやっぱケイ君のところかな、なんか、うん、そう、あのソーマさん、あのトレーナーのね男性の、うん、なんか私ソーマさんってなんかソーマさんってなんかこう結構さエネルギッシュなタイプじゃないじゃん。まあそうね、クールな感じだよね。そうそうそう、だからこう どういうスタンスでこう審査されてるのか、そうなんか熱いパッションみたいなものがなんかそう分からんくて、どういう感じなんだろうと思ったら、うん、なんかやっとちょっとだけ、うん、やっとじゃないね、なんか今回でちょっとだけそのなんか俺なりに真摯に考えてみたらねとか言ってたから、あ、真摯に考えてくれる方なんだっていう驚き、うん、そこ、まあでもそうだね、なんか結構感情的になってくれたっていうか、うん、まあ今までもねちゃんと見てくれてたとは思うけど、うんうん、結構深くね突っ込んでくれたよね。あ、そうそうそう、なんか深くっていうところがやっと見れた感じがして、あ、トレーナーだったんだなと改めてトレーナーだったよなんかいい発言してくださってすごい嬉しかったなと思ってさ。うんうん、そうだね、それ本当思った。でもね、いい発言なんだけど内容的にはケイ君に厳しくて複雑なん。ああ、わかる。そうだね、ピンポイントにケイ君だけだったもんね、なんかその本番の時はね。しかもあえて実力者だから、まあ、できるからこそみたいなところだったから、でしかも、まあ、ケイ君のダンスはもちろんいいしみたいな、そういう実力者だからっていうのもあるけど、歌でこうなんかグッと来ないみたいなこと言ってたよね、うん、来るものがないみたいな。うん、そうだね。そう、なんかでもそれがないかなって考えた時にダンスを殺さない歌い方してるって言ってて、うんうん、なるほどなーみたいな。なるほどね、やっぱそっか。だからまあソーマさんがね、まあ、歌のトレーナーだからっていうのもねあるって本人も言ってたけど、うんうん、やっぱそういう風に、そっか、やっぱ結構さ、確かにオーディション、こういうオーディション番組って結構ダンスが重要視されがちな風潮ちょっとあるもんね。なんかそうだね、で特にアイランドとかは割とダンスって感じだったんよ、なんなら結構、うん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 、そう、本当に歌のトレーナーのシーンもあんまりなんか少なかったし。なるほど、だからやっぱでもケイ君がそこで、まあ、歌もねもうさらに良くなったらなんかもうめちゃくちゃすごいことになりそうだよね、うん、そうだね。まあでも確かにアイランドの時から見ても上手くなったなってめっちゃ思うんよ本当に、うん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 、前から上手だったし、でも割とやっぱケイ君ダンス面っていうイメージがもともとあってからの、うん、ボーカル最近じゃんからだから、もっと良くなるにはダンスしながらめちゃめちゃ歌えるみたいなね。だからこれからそのケイ君がこのコメントを受けてどう取り組んでいくかみたいなのもちょっと注目だよね。そうだね、うん、まあでもそこをクリアしてこう歌でも気持ちを伝えれるメンバーというかそういう人になったらもう本当に敵なしというかさ、それこそ今も実力者だってすごい褒められてるけど、うんうん、より、まあ、真のアーティストみたいな、真のアイドルというかね、うんうんうん、理想系には近づくよね。やっぱり理想系で、ね、歌でも人を引きつけるっていうのは確かに理想系だよね。うん、そうだね、うん、デビューする前に言ってくれていいやつかもしれんね。うん、確かにありがたかったね。うん、でもまあその分ワンワンチームが結構評価が良かっただけにこうあれどうなるみたいな雰囲気にはめっちゃなったよね、うん、後半で一気にこうなったから。うん、そうだね、割と結構いい流れで来て最後にこれだったもんね。うん、全然しょうがないんだけど、うんうん、でそれでいてあの投票のところがほとんどあんま映らず、結局あれいくつもらっとるかいつも分からんくらいあのエンボール分かる、全然分からん。なんかアイランドの時なんてさめちゃくちゃ点数化しててさ何点とかさ、でなんならこの人はアイランドから脱落って選ばせる残酷システムのなんかいろいろ可視化する上に残酷なやつだったに急に見え上に、ね、急に何個こう点数とかねもらってるか見え上に割と平和なやつだから戸惑っとるん本当に。そうだね、確かに全然あんだけさステージにロッカー持ってきてやってる割にはねそう、こっちとしてもあとどれぐらい必要なんかとかがさ全然目安つけられないからね。なんかそうそうそう、
なんかさ結構さパッと見た時にあ 40% ぐらいかなと思ったら 30% とか言い出してさあの残りね今は 30% ですみたいなアナウンス入るし、なんかいろいろ疑問が多いよね、あそこら辺ね、あのボール周り疑問多いよね。ボール周りでもボール周りが結構ってかなんなら一番重要だからね本当だよね。今回どうするんかね、なんか 35% いかんと難しい感じなんでしょ。そうだね、それはなんかあったよね、アナウンスね。しかもさ、そのもう予告のところでさ、なんとかしたところはボールはもらえませんとか言って、そういうさ予告入って終わったじゃん。そうそうそう、だから何々チームはみたいな、どっかのチームだけもらえみたいな感じだよね。そう、そしたらさ、そんな 35% みたいなさ、うん、残りのやつ稼ぐってなったら難しいやつだから、うん、またあれか、またゲームとかするんかな、そうしたらそうね、ゲームしてもらえるんかもしれない。なんか困ったらゲームみたいな補充だからすごいね、いろいろ気になるよね、あそこらへんね。そうね、ちょっとざっくりした部分が多いよね。でステージの感想で、司令だからね、曲がコールコールコールで、まあ、リーダーと振り付けが風磨くんやってくれてて、なんかさ、うん、今回風磨くんが割と活躍してるみたいな印象が強かったんよね。そうだね、確かに結構引っ張ってたよね。そうで、なんか風磨くんそもそもさ、あのチーム、まあ、ニコラスは違うけど他全員さ韓国人で、基本的に共通言語韓国語だったじゃん、うん、そうね。そうで日本人一人だったから、なんかそんな中リーダーやってて、でしかも韓国語でちゃんと話してるのめっちゃ偉いと思ってさ。思った、そこすごいよね。でしかもさ挨拶というかなんかいろいろ話すのはちゃんと韓国語で先生とかに話してるじゃん。うん、そうだね。なんかあれどういう方なんかね、なんかさ、そのなんかダンススタジオにいらっしゃった方とか、なんか日プー2に、ね、うんうん、応募して受けてたっていう方は知ってるんだけど、あの、うん、韓国語よく話せるなと思ってさ。うん、確かに普通にも日常会話っていうかね、なんなら全部ねやってたから、いやーすごいよね。ね、それでいてさ、今回やっぱりステージが良かったから、うん、でしかも風磨くんのステージも良かったじゃん。なんか前回も良かったけど、今回はよりなんかちゃんと見せてるみたいなところが、分量が多いから見せてるっていうわけじゃなくて、風磨くん自身がすごい良かったなっていう。そうだね、本当風磨くん今回歌もダンスもなんかどっちも本当良かったね。だから風磨くんやっぱりこうデビューみたいなのがどんどん見えてきたんかなっていう気がしたんよね、今回で特に。あーそうだね、結構この編集の感じもさ、うん、割とね分量も多くて、うん、確かに風磨くん結構ねピックアップされてたから、うん、どんどんなんか気になってきた、さらに。そうだね。で次がホームラン、セブチのホームランでファイナルカウントチームね。ここのチームもすごいさ良くて、あめっちゃいいじゃん、なんかコンセプトもちゃんとあってとかさ、ベッド持ってきてそうそうそうなんかね演出もあってみたいな。ガクくんとかやっぱすごい上手いしね。そうで自分が作ってるんでしょ、すごいよね。うん、そうそうそう、思っただからすごいさ、ステージめっちゃいいじゃんと思ったら、なんかそのさ P ドックさんは結構褒めてくれてたけど、あのソンデュクさんあたりからなんかソンデュクさんがあのコンセプトはそもそもホームランに合ってなくないみたいなところから、あそのパターンかと思ってさね、なんか不意打ちだったね、なんかそう、あそのパターンって言われたらなんかそんな気もしますねみたいな。ねえ、修学旅行コンセプト合ってんのみたいな。ここで違和感感じられたから、もうますますステージは評価的にはちょっと下がっちゃうのかなみたいなね。ねえ、そう、なんかそれ聞くまではあ良かったのになってちょっと思ってたけどね。であとはやっぱりこう言われてるメンバーとしては春和くんとジョーくんで、特にジョーくんのところの指摘が割と立て続けにあったような感じだったよね。あそこはちょっとね見てて心苦しかったね。ね、まあ、やっぱあのジョーくんのやっぱさ、あの終わった後の泣き、ジョーくん泣くんだと思ってさ。確かになんかソンデクさんもこう何考えてるのかなみたいな、でもまあそれが彼の結果的には魅力なんだろうねみたいなことも言ってて、うんうんうん、でも一方でやっぱちょっとさ感情を出してくれると、よりみんながさジョーくんに対して思い入れもこう思いも入りやすいし、なんかアイドルとしてはそういう魅力がある方が割となんかすんなり受け入れられやすいみたいなのあるじゃん。そうだね、なんか今までちょっとクールなさ、結構あんまり表情見せてこなかった分ね、このギャップがねやっぱ良かったしね。そう、悔しいって言って泣いてるジョー君に、うん、めっちゃ
頑張れってなったよね。うん、いやそうだね。なんかさらに、うん、なんかジョー君へのね、もう結構気になってたけど、さらになんかね、わーいいなって思ってきたね。ね、うん、でしかもその横でさ、あのウィジュ君がめちゃめちゃちゃんと日本語でね、あの励ましてるというかすごい上手な。わかるわかる。なんか他の方もすごい励ましてくださったんだけど、ビジュ君の方結構丁寧で、うん、ビジュ君丁寧な本当に説明というか、そう大丈夫だよとかの、うんうんうん、なんかちゃんと言葉で伝えようとしてくれててすごいいいなと思ってさ。わかるわかる。寄り添い方がねすごい良かったよね。ビジュ君もめっちゃ私の中でこう好感度がすごく爆上がりしたんよね。わ、うんうん、かるわかる。あのシーン良かった良かった。で次がワンワンチームのオーマイね。いやこの曲、あの中間評価はさ結構なんか酷評というか、なんかまああの相馬さんも歌なんかなんなら二の次でしょみたいな、寂しかったみたいなとことか、まああとはダンスの構成もみたいなところで先生にさこらーって言われてたじゃん。あー久々出た桜先生。全然さ、でもさ本家がさ全然こらーって言ってくれんが。いや別にさ持ち逆でもないからさ。あれただ普通に指摘の一環で言っただけで別に。でも確かにちょっと求めてる部分はあるよね。そうな、全然ダミ声してくれなくて寂しい今最近は。確かにね。だからさやっぱこうダンスでこう、うん、そうだね、全然さらってないからっていうのはやっぱなかったしね。そうだね。まあでも実際本番では、まあ、そのなんだろう、練習風景も軽くちょっとさあってさ、あの結構本当に変えてみたいな、K 君が中心変えて、うんうん、まあ、ゆうま君も入ってくれてみたいな、でずっと考え続けててすごい大変だったみたいなのがあって、うん、こう見れたから、えめっちゃいいじゃんって、こうなんかすっきりしてたよね全体的にね。うん、いや本当中間からねめちゃくちゃなんか伸びたなみたいな。そう、まあでも中間があんまりこう正直さほとんど見えんからね、うん、そう分からんけど、うん、そうでも、まあ、パッと見た感じ絶対すっきりしただろうなって思ったし、うんうん、そうね、そうなんか誰がどう来てこう誰を見せたいみたいなのがすごい伝わってめっちゃ良かったし、歌もなんか良かったし、いや全えめっちゃいいじゃん、なんなら結構感動的だよと思って、だって拍手してたじゃん、うん、みんな。そうそうそう、思った思った。そう、まあ確かに実力者も多いしねこの中にね。そうだね、ケイ君しかもケイタキ一緒だしね。そうなん、うん、最高じゃん。結構私は正直今まで見たステージの中で一番好きだったんよ、炎王殿の中でね。あそうだからめっちゃいいと思ってっていう感じだった。だから相馬さんのやつが、うん、あすごいスッキリっていう感じではなかった、しょうがないけどみたいなね。ね、確かに、まあ明るくは終わったって感じではね、なかなかちょっとあのコメントね終わらなかったけど、うん、うん、まあでもステージ自体は本当良かったよね。よかったよかった、うん、でも稽古もうまいしね。いやでも違うんか、もっとだもんね、相馬さん求めはもっとだもんね、うん、やっぱ難しい。やっぱもうデビュー組だから、まあ、デビューはまあ確定してるじゃん、まあ、そのエンディングに全部ね埋まったらだけど埋まったらだけど、だからなんかそこで、まあ、稽古は絶対さなんか甘えたり、デビュー組だからって甘えたりは絶対しない人だけど、うん、なんかだからなんかデビュー組だからこそみたいなとこなんかな、相馬さん的には。ああそうだね、しかもある程度上手いからこそ言えることでもあるよね。うんうん、そうだね、あと期待してるからとかね、まあ、だからそこがね、次こう落ち込んでたけどエンボールもらうシーンもなかったから、結局 K 君がどれぐらいもらってとか、やっぱその、うん、多分相馬さんのコメントがなかったら多分結構ボールいっぱいでさ、もしかしたらこうロッカー開けたらバーってバレンタインチョコ落ちてくるみたいな感じで溢れるね、溢れんばかりのエンボールだったかもしれんけど、なんかすごい手放しにこうなんか、あいやいやたくさんあげようみたいな感じではなくなりそうだなみたいな。うん、確かに確かに、あれ聞いちゃうとね、うん、なんかそういう評価なんかなって思っちゃうね。そうだからエンボールあれ埋まるみたいなさ、それも含めて結構次どうなるかが若干気になるけど、でも気になってるけど見せてくんないしなみたいな。そう、なんかね、いろいろ知りたいとこがなかなかね、なんか見せてくれないよね。でもなんかあれらしいよ、なんか割とこうサバイバル番組見たことない方からしたら面白いらしいからさ、エンオーディションは。なるほどね。いやもう面白いんだけど、うちらがやっぱハラハラ要素で育ってきた人間だから、エムネの。そうだね。
なんか確かにあれに毎回ねイライラさせられるんだけども、やっぱりちょっと求めてる部分はあるよね。うん、だしもっとこう見たいところ見れてるかって言われるとなんか見れてない気もしちゃうみたいなね。練習風景でこうどういうストーリーがあってっていうストーリーがないからさ、うんうん、そうだね、断片的だもんね結構ね。ステージはめっちゃパッと見た時すごいいいんだけどね。ね、今後スッキリでほら取り扱うから。そうね、うん、でしかもスッキリのやつって編集ってさ、多分日本の方でもちょっとした編集入れてくるじゃん。あーそっかそっか、日本側のね。そう、スッキリ側の編集入れてくれるから、だからまたなんか違う感じになるかもしれないね、うんうん、スッキリバージョンは。で今回はね、エンオーディションのシャープ5について話してたけど、まあ、さっきも言ったけどこうスッキリで取り上げ出したらもっと盛り上がるだろうし、うん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 、だからもっとスッキリの編集ももっとモヤモヤするかもしれんし。そう、逆にそうモヤモヤしたいから今。そうねそうね。 ちなみにもうさ半分以上進んでるから話自体は。やばいよね、だって全8話だもんね。ああ本当だ。えってかあと2話でもうさファイナルじゃん。このあと2話のやつで事前のやつ終わってファイナルでしょ。やばいね、うん、やばやばいね、やばあっという間じゃん。えスッキリすぐ終わるね。やばいね。うんうん、まあそうね、8月いっぱいって感じなんかな。うん、そっか。まあでもそういうのが気になるっていうことで、まあ、だからさ次のエンオーディションが楽しみだよね。そうだね。